ハロハロ。ことわざを使って英語を学びましょう。今日のことわざは、アリアドネの糸。非常に難しい状況から抜け出す際の道しるべとなるものの例え。古代ローマ時代の作家アポロドーロスのギリシャ神話から生まれた言葉です。クレタ島のミノス王が怪物ミノタウロスを閉じ込めるために作った迷宮。このミノタウロスを退治するため、アテネの王子テセウスは自ら迷宮に入ろうとしますが、通路が複雑に入り組んでいるので、倒したとしてもそこから脱出する方法がわからないでいました。この窮地を救ったのがミノス王の娘アリアドネです。美青年のテセウスに熱烈な恋をしてしまい、妻にしてもらう約束で秘策を授けます。まさしくこれがアリアドネの意図です。通り道に沿って糸を垂らしながら進み、ミノタウロスを倒した後はその糸をたどれば再び外に出ることができると教えてくれました。そして見事テセウスはミノタウロスを倒し、アテネへ帰還したのでした。同じような英語のことわざはこんなのがあるよ。All is not lost that is in danger. 今日のチェックポイント。All. すべて。Not と組み合わせて、すべてが〇〇というわけではないという部分否定の使い方に注意してね。Lost. 失われた。なくなった。That. 関係代名詞の主格として使われています。この場合の先行詞は All だね。Be in danger.危険な状態にある。危機に直面している。問題解決の糸口はきっとあるということだね。絶対絶命のピンチだからといって諦めてはダメ。万に一つの可能性があるのならそれにかけてみよう。人生、ゲームのようにリセットは効かないのだから。悪あがきでもいいさ。最後の最後まであがいていこう。ということで今日はこの辺で。それでは次回をお楽しみにね。See ya!